はい、こんにちは、116インズです。現地7月30日のトレードデッドラインまであと3日ほど。今日も続々とトレードが成立しました。市場の主な選手が動くトレードもありましたので、主だったトレード4件について今回も簡単に話していければなと思っています。早速見ていきましょう。今日一番のトレードはやはりヤンキースとマーリンズ間で成立したトレードでしょうか。ヤンキースがマーリンズからジャズ・チザム・ジュニアを獲得し、見返りとしてマーリンズはベースボールアメリカのランキングでヤンキース参加3位のキャッチャーアガスティン・ラミレス、同じく参加11位の内野手ジャレット・セルナ、ルーキーリーグでプレーする19歳の内野手エイブラハン・ラミレスの3人を獲得しています。ここのところジャッジ、ソト以外の打線が苦しみ、なかなか勝てない日々が続いているヤンキースがチザムを獲得。チザムもものすごく攻撃面に優れるわけではないものの、センター、さらには一応セカンドにも入れるため、それ以上に苦しんでいるバーデューゴやグリシャムら外野陣、トーレスのアップグレードとなる可能性はあり、また来季以降2年間保有できますので、ソト、バーデューゴの FA が控えていることも考えますと、その後釜の外野手としても期待はしていそう。一方でマーリンズは初め思ったほどチザムでリターンもらえなかったなと考えましたが、ただチザムの成績を考えたら妥当とも言えますし、また MLB に比較的近く攻撃面に優れるアガスティン・ラミレスがかなり好みだったのかもしれませんね。現在怪我で離脱中の先発陣が来季以降揃えば、すぐに投手陣は一定以上となれる中で、先日のパクのトレードで獲得したデロサントスも MLB に近いスラッガータイプでしたが、そういったプロスペクトたちも生かして攻撃陣を立て直し、早い段階で再度コンテンダーを目指す方針なのかもしれません。チザムは今季101試合に出場してホームラン13本、 WRC プラス104、22盗塁、フランチャイズのキーマンとなるかと思いきや、いまいち跳ねず、また怪我も多いですので計算が立つわけではありません。チザムという選手の性質上、博打要素も多いトレードには移りますが、環境を変え2022年くらい打球を引っ張ってパワーを発揮できるようになれば、ライト側が狭いヤンキースタジアムでホームランを増やす可能性はあり、それでトータルの攻撃力を上げられたらベストですけどね。どこまでうまくいくのか。センターとあとは本当に一応だと思いつつも、セカンドに入れる点でもポジション面ではフィットし、グリシャムに代わってセンターに入る機会も多そうですし、ここ2年と比べて今季打撃が低調なトーレスの代わりにたまにセカンドに入る場面も、まあ多分ですけれどもありそう。いろんな使い方ができそうかなと思います。あとはジャズのキャラクターがニューヨークにフィットするかですよね。個人的には目立つ大都会は意外と合ってるんじゃないかと思っていますが、新天地でスターとなるのか、活躍できずにメディアからやり玉に挙げられるのか、予想される結果の振れ幅が大きいトレードだと思いますが、どちらに転ぶでしょうか。続いてはフィリーズとエンゼルス間で成立したトレードですが、フィリーズがクローザーのカルロス・エステベスを獲得し、見返りとしてエンゼルスはいずれも今季評価を上げているピッチャーのプロスペクト、参加5位のジョージ・クラッセン、参加7位のサミュエル・アレデゲッリを獲得しています。すでに強力なブルペンを持つフィリーズが、この夏のリリーフ市場ではおそらくマーリンズのタナースコットに次ぐ存在であろうエステベスでさらに強化、ガチガチに固める補強となりましたが、ただ今季限りのレンタルに対価をかなり思い切った印象です。この2人が中心だったら複数年保有できるリリーフを狙うこともできた気もしますが、フィリーズのドンブロウスキー編成本部長は記者陣に対して、そういった複数年保有できる選手のうちエステベス以上に今季勝つチャンスを引き上げてくれる存在はいなかったとのこと。エステベスに対する評価が相当高かったことが伺えます。一方でエンゼルスからすればエステベス一人でこれ以上にないくらいの見返りで、クラッセンはリリーフに回るリスクはありながらも、最速100マイルにも届く剛速球にいいスライダーも持ち合わせるなど支配的なピッチャーになれる可能性を秘め、今季シングル A とハイ A 計59回3分の1で奪三振の割合が 37.9% と驚異的な水準、アレデゲッリも上でソリッドな先発投手になれそうな前進を今季見せています。フィリーズはブルペン防御率が 3.96 と MLB でも真ん中くらいの成績ですが、ただ内容は良く、ファングラスタンスのブルペン全体のウィンズオブリプレイスメントは MLB2 位とリーグでもトップレベルとなっています。ジェフ・ホフマン、マット・ストラム、オライオン・カークリングの3人はそれぞれ素晴らしい成績を残していますし、またここ数年ほどではないにしてもアルバラードもいるチームですから、今季限りのレンタルで大きなブルペン補強はないものと思っていましたが、エステベスを獲得してきたと。エステベスは今季ここまでキャリアイヤーとなっていまして、エンゼルスのクローザーとして34試合に登板し、防御率 2.38、34回を投げて4四球がわずかに5個と安定感に優れ、また5月28日から現在に至るまで18登板連続で無失点と状態もかなりいいですよね。このままいくとホフマン、ストラム、カークリングの3人ともに登板数でキャリアハイを更新すると思われ、プレーオフでもフル稼働することになるでしょうから、エステベスの加入でブルペンの負荷を分散できる点でも意味のある補強とはなりそうです。ただ何度も言うように、この対価を払ってまでブルペンにレンタルの大物リリーバーを連れてきた点はやはりサプライズではありましたけどね。
続いては昨日ガルシアをトレードしたブルージェイズですが、今日は2件のトレードをまとめてきました。まずはレッドソックスとのトレード。こちらのトレードでレッドソックスがキャッチャーのダニー・ジャンセンを獲得し、見返りとしてブルージェイズは参加18位の内野手エディンソン・ポーリーの2年前にドラフト2巡目指名を受けた内野手カッター・コフィー、ルーキーリーグに所属する19歳のピッチャーギルバート・バティスタの3人を獲得しています。レッドソックスは右打者の補強を狙っていたとされ、ジャンセンはそれに合致はするんですが、コナー・ウォンがブレイクイヤーを送っている中でキャッチャーをチョイスしたのは意外にも思いました。控えキャッチャーのリース・マグワイアをロースターから外すのか、あるいはキャッチャーを3人ロースターに抱えるのか、ここは気になりますね。一方でブルージェイズはプラン通り契約が今季限りの選手の売りを続け、ジャンセンもトレード濃厚とされた選手。見返りはものすごく評価が高い選手たちというわけではないですが、今季成績を落としているジャンセンで参加トップ20レベルの選手に2人を足した計3人もらえるんだったら、まあ、決して悪くはないでしょう。開幕前の大方の予想を覆し、プレーオフ争いに食らいついているレッドソックスは打線のパフォーマンスもなかなかのものですが、ただ右バッターの WRC プラスがリーグ平均以下となっていましたので、右にいいバッターを加えたい思惑がありました。ジャンセンは今季こそ WRC プラス93にとどまっていますが、昨年は116、2年前は141と攻撃面にも優れるキャッチャーですから、レッドソックスとしては昨年までの姿を取り戻すことに期待をしているでしょう。かなりのプルヒッターでかつフライも多い選手ですから、レフト側が極端に狭いフェンウェイとの相性も良さそうです。守備面に関しても特にブロッキングがうまく、怪我の多さはともかくキャッチャーとしても普通に使っていける選手なわけですが、ウォンとの共存をどうするかですよね。ウォンは現状守備指標が良くはないので、ジャンセンのキャッチャー起用が増えていくのか。ただウォンの打力も今やチームに欠かせませんから、 DH も使って2人同時に出動させる道も模索するのか。意外にもキャッチャーを追加してきたレッドソックスが2人をどのように起用するのでしょうか。そしてブルージェイズがまとめたもう1件のトレード、カブスとのトレードでしたが、こちらは少し予想していなかった動きでもありました。カブスがリリーフのネイト・ピアソンを獲得し、見返りとしてブルージェイズが参加17位の外野手ヨヘンドリク・ピニャンゴ、昨年の3巡目指名の内野手ジョシュ・リベラを獲得しました。ということでブルージェイズが残り2年半保有できるピアソンを売ってきました。もちろんずっとパッとしていませんでしたので、単に売り時と判断しただけの可能性もありますが、契約が今季限りの選手を売るとしていたブルージェイズが複数年保有できる選手を放出した。さすがにゲレーロジュニアやビシェット放出はないとまだ思っていますが、条件によってはレンタル選手以外も売る気があるのかもしれません。一方カブスはチーム状況からして完全なる買い手ではないものの、来季も見据えた動きに出るとは表明していましたので、残り2年半保有できるピアソンはその条件に合致します。かつてはトッププロスペクトとして高い期待を受けていたものの、とうとうブルージェイズで開花しなかったピアソンを新天地で開花させることができるでしょうか。ピアソンはかつて球界内でもトップ10レベルのプロスペクトと評価されていた時期もあるくらいのピッチャーで、今季の平均球速が 97.6 マイルとかなりスピードも出る選手なんですが、いかんせんここまではメジャーでパッとしないと。キャリア序盤は怪我が多く、そもそも投げられないことも多かったですし、昨年から本格的にブルペンに回ったものの成績も良くはないと。すでに年俸調停の資格を得ていますが、ブルージェイズにいてどうにかなる感じでもなかったので、環境が変わることで一皮むけるか。本人は将来的に先発に戻ることに興味があるらしく、それは今年のクロシェやヒックスといったリリーフから先発に回って活躍している選手たちの影響もあるみたいなんですけれども、仮に先発でチャンスを与えて、それでかつて彼が期待されていたようなピッチングを見せるようだったら、かなりの儲け物となる可能性はありますよね。カブスとしてもそんなにリスクを取ったトレードでもなかったので、ピアソンのポテンシャルにかけてみるというのは、まあ、発想としてあるかなと思います。このあたりが主だったトレードでしたが、この他ではナショナルズで今季見事に復活を遂げたジェシー・ウィンカーのメッツへのトレードも見返りは不明ですが秒読みとされています。メッツは現段階でも打線のパフォーマンスはリーグ内でも上位ですので、そこにウィンカーが加わることでさらに強力打線となりそうですが、ただウィンカーはメッツファンと因縁がある選手ですから、そこの化学反応はどうなるんだろうと思ったりはします。またロッキーズのリリーフニック・ミアーズがブルワーズへトレード。41試合で防御率 5.56 と失点は抑止できていないものの、かなり三振を奪えていまして、投手の力を引き出すのがうまいブルワーズとしては手を加えればエリートリリーバーになり得るという判断なのかもしれません。ということで続々とトレードがまとまっていますが、デッドラインまであとどれくらい決まるでしょうか。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。